美術館。それは美意識を磨く場所。世界のビジネスエリートに必須の教養が集まっています。しかし、そこにはもう一つの側面が。美術館行ってないな。失敗しないデートスポット。二人で一つの作品を見ながら濃厚な時間を過ごすことができる美術館は恋を育むのに最適。このコーナーでは日本で最もキザな画家こと中島健太が都内で開催中の美術展をモテ目線でご紹介。題して中島健太の必勝モテる美術館。美術館デートを成功させる知識や極意を美術館デートマスター中島健太が、伝授します。はい、サマーナイトダンスも ね、セクシーサマーダンス、はい、私がおすすめするのはこちらです、はい、北斎グレートウェーブインパクト、神奈川沖浪裏の誕生と奇跡、北斎の富岳36景神奈川沖浪裏が紙幣の図柄として採用されたことを記念した展示で、この作品がどのような背景で生まれたのか、またその図柄が影響を与えた軌跡をたどり、さらに海外でグレートウェーブの通称で親しまれるこの絵の現在に続く広がりを紹介しています。大江戸線両国駅から徒歩5分、隅田北斎美術館で8月25日まで開催中です。はい、健太さん、はい、はい、いやーもうね、今日ほどねバラ団が関東ローカルであるっていうことが悲しいことはないっていうぐらい本当にいい展示でした。はい、まあというわけでね、モテポイント3つ今日あるんで、1つ目からご紹介させていただきたいんですけど、1つ目こちらです。隅田美術館の建築自体がアートであるっていうね、世界的建築家瀬島和代さんが設計してるんですけど、まあ瀬島和代さんっていうとちょっともしかしたら知らない方多いかもしれないんですけど、サナーっていう建築ユニットで、まあ一番有名なのと皆さんが知ってるのだと金沢21世紀美術館なんかも作ってます。でもう世界中の美術館であったり大きいあの施設とかも建築されてる、もう本当に世界的有名な建築家でいらっしゃるんで、もうね、美術館に入る前にこの建築見上げて、あ、これ瀬島さんの設計だね、言いたい。ね、もうモテるでしょ、ちょっと。モテるね。はい。なんで、まあ実際この建築自体を目的に来る方もいらっしゃるぐらい、この瀬島設計の建築は面白いです。というわけで、ぜひね、美術館の外側も見ていただきたいっていうのがあるんですが、二つ目がこちらですね。まあやっぱりね、日本人なら一度は見たい神奈川沖浪裏、こちらですね、神奈川沖浪裏、まさしくその千円札のね、裏側にもなって、まあいよいよその国民的、絵画となりましたけれども、まあね、モナリザが世界一有名な肖像画だとしたら、風景画として世界一有名なものはもう間違いなくこの作品と言われます。そうなの？はい。まあそしてこの作品何がすごいかっていうと、隅田北斎美術館には3点当時刷られたオリジナルが残ってるんですけど、とにもかくにもその状態がいいんですよ。やっぱり版画なんで、これね、その1830年代に刷られた当時8000枚ぐらい刷られたって言われます。その中で現存してる枚数っていうのは200枚ぐらい。まあそして去年、クリスティーズオークションで、この1点がね出品されたんですけど、落札価格が273万ドルだったかな、約4億円です。版画ですよ。版画1枚の値段が4億円するっていう。そしてその北斎美術館にあるもののクオリティが高いっていうのが僕知らなかったんですけど、ここにね、実は雲があるんですよ。これみんな知らなくないですか。だから染みじゃないんですか。染みじゃないんですよ。で、この細部の線の部分とかも非常に綺麗に写ってて、有名ですけど、そうなんですよ。だから意外とみんなその画像としては知ってるけど、オリジナルがどういうものなのかっていうのを実物で見たことってないじゃないですか。で、200年前のものが残ってるってどういうことかっていうと、200年前フランスで同時期に描かれた作品こちらです。これ有名なね、これドラクロワが描いた、民衆を導く自由の女神、まさしく同年代に描かれた作品、これ油絵です。でもこっち紙です。紙で残ってるっていうことってことは、まあ、つまりこれですよ。バラ団のこれが200年後残ってたらもうこれでも勝ちでしょっていう。新興表。これは2億円ぐらいで落札されたな。はいね。まあでも当時はそれは価値というか、その絵画
8000枚刷られたわけですよね。そうですそうです。そこでもう全然違いますよね。まずそうですで版によっても全然クオリティが違うので、要は 木の版をこう刷っていくので、だから全然クオリティが、まあ国立博物館なんかも所蔵してるんですけれども、まあ3点をこう入れ替わり立ち替わり見れるっていうのはもうこの隅田美術館、北斎美術館だけなんじゃないかってことで。北斎はどこまでやるんですか。北斎は絵を描くまでです。絵を描くまでいるんです。なので基本分業制なんですね。ですよね。はい、はい、で最後の一つは、まあね、あの AR、まあ現代アートなんかのコラボもしているので、ぜひ見ていただくといいんじゃないかなと。これあの手前に何かあるわけじゃなくて、あの QR コード読み込んで写真撮るとこういう風に撮れるらしいです。はい、面白いですね。なんでね、カップルで行って、まあ、共同作業。じゃついてんじゃないよ、これ。なんだこれじゃない。いいじゃないですか。中島さん、はい、あの、最後に直伝の一生フレーズを、それではお願いいたします。いいですか？君となら、どんなアラーム内部も超えていける。一緒に六畳一間から始めませんか？噛んじゃった。ちょっと噛みましたけど。桑田さんすいません、本当に。と、はい、いうことで。そして、今日はプレゼントがあるということです。はい。あ、今回紹介した北斎グレートウェーブインパクト、神奈川沖波浦の誕生と奇跡のチケットを番組をご覧の5組10名様にプレゼントいたします。落としたいご相手と一緒にどうぞということで、これもう絶対見に行った方がいい。できるね。はい、で、一応皆さんにお土産も買ってきましたということで。展覧会は8月25日まで開催です。ぜひ足をお運びください。ラーメンだ。はい、ケンタさんありがとうございました。なんじゃった。6畳半から始めませんか。いいじゃん。